リニーの戦いは、1815年6月16日に、ベルギー中部の村リニー付近で行われた戦い。フランス皇帝ナポレオン一世率いるフランス軍がブリフヘル率いるプロイセン軍を破った。ナポレオン最後の戦いとなったワーテルローの戦いの前哨戦の一つであり、ナポレオンが最後の勝利を飾った戦いでもある。1815年2月、 エルバ島で監視下に置かれていたナポレオンは島を脱出し、翌3月、パリに帰還、フランス皇帝に復位した。ナポレオンの最強を知った列国は、第7次大仏大同盟を結成し、フランス国境に大兵力を集結させた。ベルギー方面には、イギリス・オランダ連合軍と、プロイセン軍、その南には別のプロイセン軍を主力とした、北ドイツ軍団、ライン正面には、 オーストリア軍を主力としたライン方面軍、北イタリア方面にはオーストリア軍がそれぞれ展開し、さらにライン正面に向けてロシア軍が東から接近しつつあった。同盟側の作戦行動にはまだ時間がかかると判断したナポレオンは同盟軍の帰戦を制することとした。6月11日、ベルギー方面にいるウェリントンの イギリス・オランダ連合軍とブリュッフヘルのプロイセン軍を最初に撃破すべく、ナポレオンは12万人の兵を率いてパリを出撃した。6月14日、フランス軍はブリュッセルの南 30km のシャルルロア付近に集結した。シャルルロアはイギリス・オランダ連合軍とプロイセン軍の中間に位置し、どちらにも対応できる地であった。ナポレオンは両軍が合流する前に、 格好撃破を狙った。ナポレオンはフランス軍左翼を率いるネイに対して北上してヨー地カトルブラの十字路を速やかに確保するとともに確保後の状況に応じ東に旋回してプロイセン軍の即敗をつくように命じた。ナポレオン自身は北東方面にいるプロイセン軍攻撃に向かった。6月16日、ナポレオンはリニー付近で プロイセン軍と戦闘になり、午後までに敵軍を動揺させることに成功した。ナポレオンは、カトルブラを確保している、はずのネイに、プロイセン軍の即敗を攻撃するように命じた。しかし、イギリス・オランダ連合軍に苦戦していたネイは、未だ、カトルブラを確保できないでいた。結局、ネイは、リニーの戦場には間に合わず、ナポレオンは、プロイセン軍を撃滅する決定機を逸してしまった。 夜になると、ナポレオンの猛攻に耐えきれなくなったプロイセン軍は、北方に向けて退却した。戦闘でブリュッヘルが負傷し、参謀長のアウグストフォングナイゼナウが代わりに指揮を取っていた。プロイセン軍は、中央部が崩されたものの、両翼は健在だった。ナポレオンはグルージーに明示プロイセン軍を追撃させるとともに、自身は、ネーと合流した。 プロイセン軍の敗戦を知ったウェリントンは、カトルブラを放棄して北方に兵を退き、ワーテルローに防御陣地を敷いた。退却したプロイセン軍は、リニーの北 20km のワーブルで体制を整えた。このプロイセン軍は、6月18日のワーテルローの決戦において、ナポレオンの敗北に決定的な役割を果たすことになる。軍事評論家、松村昌は、 米軍が敵地に駆けつけていたら、ブルフッヘル軍は壊滅していたであろう。そして、ナポレオンは、カートルブラのエリントンに襲いかかり蹂躙していたであろう。それは誠に、重要な歴史の、もしの数時間であった。と述べている。松村翔、ナポレオン戦争前史、原書房、2006年、P198。ありがとうございます。